県が県立精神医療センターの富谷市への移転を断念した件についてです。和光弘俊富谷市長は、県の判断に理解を示した上で、精神医療センターと合築し移転する構想だった東北労災病院について、移転を期待していると述べました。全会一致でやはり名取市での建て替えを望むというそれは精神医療の審議会の中で示されたというのは私は大変重い声だったのではないかというふうに思っております。県としても村井知事としても、その方針を受けられたんだというふうに思っておりますので、ここはまず私も理解をしなければいけない。和光富谷市長は今日の会見でこのように述べ、精神医療センターの富谷市への移転を断念した県の方針に理解を示しました。一方で、精神医療センターと合築して富谷市に移転させる計画だった東北労災病院については、移転を期待していると述べました。これまで通り富谷市の移転をですね、強く期待をして待ちたいというふうに思っているところでございますし、そこは強くですね、村井知事なり県の方にもやはり引き続きその実現に向けてしっかりと進めていただくようにお願いをしているところでございます。